空間ファンタジーラジオ。はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。はい、ですね、今回はフナッシーについてちょっと語りたいと思います。フナッシー、俺そもそもが別に興味なかったの。けどまあ人気あるからテレビ出てるじゃない。だからまあこうね、興味ないだけで別に嫌いとかではなかったから、まあ見るよね。で俺ね、思ったんだ、フナッシーね、めっちゃかっこいい、超かっこいい。だってだよ、着ぐるみだぜ、喋るぜ、すごくね。そのなんか今までね、着ぐるみは喋っちゃいけないみたいなね、そういうなんか謎のルールがあったじゃない。そういうね、そういう常識を打ち破ったんだよ、フナッシーは。すごくね、しかも非公認だぜ。めっちゃ荒々しいじゃん、超かっけえじゃん。俺もうね、フナッシーになりたくてしょうがないもん。超かっこいいもん、すげえ理想の男性だもん。男性なのかわかんないけど、めっちゃかっこよくない？だって後ろのチェック開けてペットボトル刺さるんだぞ、あいつ。めっちゃかっけえぜ、すげえジャンプ力だし、歌出したし。あのね、すっごいんだよ、俺、フナッシーね。憧れるね、あの荒々しさ。まあ、本人が荒々しくやってるつもりかどうか知らんけど、あのね、荒々しいね、喋るし。あれいいよ、フナッシー。でね、俺はね、フナッシーのモノマネしてみようかなって思います。フナッシー、フナッシー！痛い！終わり！バイバイ！